過労だけでで意識がなくななくるってこととは割とないんですね5種類以上の薬を飲んでる人は4種類までの人と比べて2倍も転ぶ薬の副作用ってのは若い時と比べて年を取った時の方が悪くなるんですねサプリだから安全というわけではないとこれが薬の使い方として大事だと思いますよねはい和田秀樹チャンネル和田秀樹ですえ今日は最新刊のご案内をさせていただきたいと思います えー、これ飲んではいけない薬とサプリ、まあ、飲んではいけないといとうか基本的にどんな薬でも害はある、まあ、この間もほら風邪薬を飲んで首都高速で意識がなくなっちゃって大事故を起こしちゃって3人死んじゃったという事故がありましたけど、まあ、その方についてですね風邪薬のせいで意識がなくなった可能性が高いんですけどただ最近になって急にニュースの風向きが変わってきて。 いて、別の従業員が、ここの会社は事故を起こしてもしょうがないだろうと。もう働かせすぎみたいなことで、当日も9度ぐらい熱を出してたのに、休ませてもらえなくて、風邪薬を飲んで、ということみたいなんですね。ということは、過労が主な原因みたいな話にすり替わりつつあります。確かに、それはそうだと思うんだけども、過労だけで、 意識がなくなるってことは割とないんですね。過労の時に風邪薬を飲むから意識がなくなるってことはあります。だからやっぱり薬の悪影響は必ずあるんですね。だけど、まあ、いろんな風邪薬のコマーシャルをテレビでは、うんうんゴールドとかですね、いろいろなんとかゴールドってなぜか風邪薬にはつくことが多いですけども、そういう風邪薬のコマーシャルがいっぱいテレビで入ってますから、なるべく風邪薬のせいだという話にもしないですし、 あるいは世の中には運転禁止薬なるものがあるという話も全然話題になりませんむしろその会社が働かせすぎたのが主な原因というふうにテレビ的にはしたいんだと思いますということで実は運転禁止薬に指定されている薬が2700もあるみたいに運転するときに頭がぼーっとしたり集中力を落としたりフラフラしたりというような薬はたくさんあるわけですね あるいは血圧を下げる薬とか血糖値を下げる薬っていうのは頭をぼーっとさせる可能性があるので運転注意薬というのに指定されたりしているんですね。だからそういう意味で薬を何種類も飲んでる人っていうのは基本的に運転には危険。例えば東大の小島先生っていう人が調べた結果によると5種類以上の薬を飲んでる人は4種類までの人と比べて2倍も転ぶお年寄りの場合ね。そうすると 2倍転ぶっていうのはどういうふうになるかっていうと4種類までの人だったら20%の人が転ぶとところが5種類以上飲んでる人はもう40%の人が転んじゃうとで薬全く飲んでない人は3%しか転んでないということで転ぶってことはいわゆる薬の副作用で足がふらつくのかもしくは頭がボーっとしてるってことですよおそらく5種類以上の薬を飲んでる人っていうのはもう頭がボーっとするっていうことが1割2割の人に起こってるってことですね それで運転するんですから、結構やばい状態なわけですよ。だから、どんな薬にも害がある。でね、風邪薬であれ、頭痛薬であれ、あんまり続けて飲んでると体に悪いって、なんとなくみんなわかってるわけですよね。でも、血圧の薬って、一回血圧が高いって話になると死ぬまで飲まされることって結構あるわけですよ。それなのに体に悪いと誰も思わないんですね。で、医学の常識 薬学の常識として、薬の副作用ってのは若い時と比べて歳を取った時の方が悪くなるんですね。だからあるアメリカの調査によると、血圧の薬を飲んでる人と飲んでない人の死亡率が60歳の時には、いわゆる飲んでない人の方が飲んでる人の3倍も死亡率が高いのに、80歳以上になると死亡率に差がない。 ということは、血圧の薬を飲んで脳卒中とかを減らすメリットと、血圧の薬を飲むことによって副作用によるデメリットとか80ぐらいになると追いついちゃうっていうことなんですよね。ということで、この本は、要するに薬っていうのはメリットだけじゃなくてデメリットもいろいろあるよと。だから、そういう意味での薬のメリット、デメリットとか、運転禁止薬についての解説だとか、 それを全然医者がちゃんと説明してくれないことだとか、安全性が高いと言われてる薬だって危険もあるよとかっていうことの解説。それからあと、サプリだから安全というわけではないと。サプリっていうのは、まあ前も話したかもしれないですけど、飲み方として野菜が嫌いだから食物繊維を取るだとか、ビタミン C を取るとか、魚が嫌いだから DHA を取るとかって言って、要するに普段取ってないものを補助として取る。 まあ本来ののサプリの意味なんですよところが、機能性表示食品とかって言って、なんか薬みたいな成分を混ぜちゃって、それによってコレステロールが下がるとか、まあ、体脂肪が下がるだとかって言ってるサプリがいっぱいあるわけですけど、それはそういう薬理作用というようなものが体の中で起こってる可能性があるから、副作用が出る可能性がある。 つまり機能性表示食品と言われるものっていうのは副作用の可能性と背中合わせだったことを知ってほしいと思いますよね。だからいろんな薬のメリット、デメリットについて割と解説しました。例えば血糖効果薬のメリット、デメリットとか骨粗症症の薬のメリット、デメリットとかそういうのも解説しました。そして、まあ、薬の使い方ですよね。だからどういうふうに使ったらいいかとかやめ方 これね、私ね、本をたくさん書いて、薬はもう、体の調子が悪ければ勝手にやめていいみたいなことを書くと、なんか編集者の人が勝手にですね、医者に相談してからとかって書き足すんですね。医者に相談したって、やめていいよって言ってくれる医者なんて半分もいないですよ。そんなの時間の無駄だし、体調が悪い日を続かせるだけよくないわけですから、体調が悪ければやめると。で、やめたら余計体調が悪くなるんだったらもう一回飲めばいいわけだし、 やめてる方が調子がいいんだったらもうこのままやめちゃっていいですよ。で、それを医者に自己報告すりゃいいんですよ。それでもやっぱり飲みなさいっていうような医者はやめた方がいいです。ということですよね。そして、この薬漬け医療の原因、あの、最近ほら、岸田氏は増税メガネって言われたのがよっぽど腹立ってるらしくてですね、今度ちょっとした減税をやるわけですけど、給料明細に減税額をちゃんと明記しなさいって言うんだけど、そんなこと言うんだったら給料明細に これから増税した時は増税分も必ず明記すべきだし、毎年毎年保険医療費っていうのは決められてるわけで、それが知らない間に上がってることが多いんだけど、そういうのもちゃんと明記すべきだし、給料から転引きされる介護保険料も明記すべきだと思うんだけど、そういうことは一切明記してないで、減税して得した分だけ明記する。お前ずるすぎない と思いますよ。ああいうずるい性格だから増税メガネって言われるんだと思いますけど、まあそれはどうでもいいとして、とにかく薬というものに関して、まあやっぱり医者を過信しないあとサプリだったら健康にいいというものを過信しないこれがやっぱり薬の使い方として大事だと思いますよね。ということで、まあこの薬とかサプリの使い方のガイドブックとしてですね、他にあんまりいいガイドブックがないと思うもんですから、この本を出しました。 えー、飲んではいけない薬とサプリということで、かや処方からですね、えー、1430円。これ1300円税ですね。で、出ています。ちょっと高いと思わないでくださいよ。あの、無駄に薬使われてる分っていくらかっていうのを計算した方がいいですよ。つまり、飲んでも飲まなくてもいいような薬をですね、めちゃくちゃ使われてた方が、あなた方のもちろん自己負担分も年間に直したら結構な金額になるでしょうし、 それを何年も何十年も飲まされてたらもっとした金額になる。さらに言えばそのせいで、えー、保険医療費が増えちゃうと、一般の若い人たちに手取りのね、給料が下がるって形で迷惑をかけることになるわけですから、私は飲んではいけない薬とか飲まない方がいい薬は飲まない方がいい。ということで、まあちょっとガイドブック代わりに、ぜひ飲んではいけない薬と参考にしていただければと思います。和田秀樹チャンネル、和田秀樹でした。